かかるからあれでしょ。やってきました清水、ありがとうございます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 。なんで清水なんですか。はい、なんとですね、この清水市、何、はい、私の生まれたんだ。早い。違う違う違う。地元。あ、そう。地元だ。言わないで。地元だ。言わないで。そうだそうだ。あ、そういうことね。地元紹介してくれるんですか、じゃあ。言わないで。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いや、書いてあるでしょ。もしかして癒してくれるんだ。ああ、やった。癒しツアー。いや、癒しツアー書いてある。車運転して。いや、車運転すんだけど俺が。うわ、やった。ありがとうございます。いや、やったんすよ。あの辺に富士山があるんじゃないですか。今日ちょっと曇って見えないですけど。ここは。今日は楽しんでってね。いや、お前らだよ。楽しませんの。そうなの。俺の地元でボディが一緒だからみたいな。誰が誰だかそっち分かんないけど。いや、私の地元清水ここなんですけども、はい、ここはもう日本の松原というところでございまして、ここも世界遺産に、世界遺産すごい登録されてるところですよね。カンペもいいけど紹介したら、ね、カンペが好きだからカンペばっかり言っちゃうけど、カンペ一番がいるのがさ、だってすごいことじゃない。いやいやいや、ね、こうサッてこれでシュッて言っちゃうから途中ですよ。いやでもな、だってこんだけ喋ってるんだよ。本当にお願いします。そうなんです。その世界遺産を元に今日は皆さんを案内しようと思っているんです。ということで今回のゲストはサンドウィッチマンでした。よろしくどうぞ。ありがとうございます。お願いします。もう本当に悲願のということで、この番組でも何回も何回もオファー出してたんですけど。いや嬉しいです。ありがとうございます。いろいろお世話になってますね。いや、こちらこそが本当に大変お世話になってます。あ、ね、はい、まあ、本当に癒したいんだったら今日オフにするのが一番本当に恥ずかしい気持ちがあるんだね。そうしていただきたい。それが一番ありがたい。ゴロゴロしてるより癒されることってあるか。あ、そうなの。ありますか。そうだよ、寝てるよりマッサージされてる方が癒されてるくるじゃんみたいな。マッサージなんですね今日は。あ、そう、心のマッサージ。私なりの肩もみですから。あら、ありがたいね。鼻から富士山見えないとか出鼻くじかれた。やめてくれ。そうなんですよ。出鼻くじかれたみたいな、やめてくれ。ないじゃないですか。本当にあるんですね。どこにあるんですか。全然あるに決まってんだろ。影も形もない。うっすら見えてんじゃん。ほれ、ちょっとあそこの隙間、あそこの隙間だけちょっと黒いでしょ。あれ、そうだ、山だよ、あれ山。あれ山、あれ山だよ。今日だけなのよ。雨が。昨日も晴れて、本当に明日も晴れて、明日も晴れる。なんでサンドイッチマン呼ぶときだけ曇らせんだよ。いや、俺の力じゃないから。力あるわ。癒したいでしょ、だって。逆に見れないから。この景色逆に見れないです。大体見えちゃうから富士山。貴重なんです。年に何回かでこんなに見えねえ。こんなに雲かかって見えない。本当にあるのかな。本当に静岡なのかな。静岡だ。分かんないよね。一緒に降りたでしょ。新幹線一緒に降りたんだろ。静岡したけど、静岡の駅で。まあね、じゃあ吉祥寺じゃないですか。吉祥寺、吉祥寺じゃねえよ、ここ全然違う。海ねえから吉祥寺。さあ、今回の企画はですね、はい、そんな忙しいサンドイッチマンを癒したいなという、私の清水おもてなしツアーでございます。いや、嬉しいです。楽しみです。疲れをね、落として帰ってもらおうじゃん。そうなんです。ありがとうございます。結構有名な場所なんですよ、はい、今日はちょっとやっぱりこう曇って雨が降ってたからね、はい、観光客の方もいませんけど、はい、この松の感じとか、いや、すごいんですよ、ね、松葉。これ美穂神社っていうところのね、この守り神みたいな感じ。こういうのお好きですか、サンドイッチマンは。大好きです。あ、嬉しい。いいじゃん、いいじゃん。木に最近感動します、ね、はい、ああ、やっぱそんな年になってきましたから、はい、年齢重ねてくるとね。50ですから。そうだよね。ここもそういうこの幻の松みたいなのがあって、はい、天女が降りてきてね、うん、そこに羽衣をかけたっていう伝説の、見たんですか。あれ見てないけど、いや、全然ですよ。あれじゃない、天女乗ってない。あれ天女じゃない。違う、あれドローン、ドローン。天女こう来ねえから。あれに乗ってこうみたいな。いやいやいや、こう来ないから。天女違うんですか、乗ってない。違うから。天から舞い降りたっていうぐらい急にあんなところにあるから。富士山があって、富士にその天女は舞い降りてくるって言われてたのね。あ、で富士にこれを舞い降りてくるときに羽衣落としちゃったんだよ。富士っていうのはどこにある。あそこにあるから、ちょっと黒く透けてもいいでしょ。あれ、その辺も曇ってたんでしょうね。だねえな、分かんなくなっちゃう。風強くてね、今みたいに。で、飛んでっちゃって。羽衣みたいなところ。伝説がある、伝説があるような松林ということ、ね、なるほど、ね、観光地なんだ、ね、ね、そうなんです。いいところで、確かにね、このね、いいすごく。でも私やっぱりこの清水はもうずっと愛してやまない町でございますし、まあね、育ててくれたんだもんね。そう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 、そう、ね、この町のことも詳しいですから非常に、はい、ちなみに松は何本ぐらい入ってるんですか。うわ、そういうデータ全部入ってます、はい、美穂の松原勉強家ですから。そうですよね。10や20じゃない。それは分かりますよ。ここでそれは分かるんですよ。相当なかった。分かりますよ。今タオル会とかしてるから正確な数は分かんないけど、10や20じゃない。相当なかったですよ。それは我々も分かります。分かります。まあ分かると思うけど、相当な数あります。相当な数。相当っす。そういうとこ知った方がいい。それはいろいろ、まあ、これから伸びてきてるのもあるし。数とか知りたいよね。知りたいですよ。情報、まあ、正確な数字ね。でも正確数字はやっぱり分かんない。まだ出てないです。やっぱり。まだ出てない。まだ出てない。まだ出てない。
だ数え中なの。そんだけある。まだあの辺かな。もうやる。いつから数え始めたの。誰が数えてるの。清水に生まれし、うん、柴田さんはやっぱ観光大使とか親善大使みたいな。それはやってないとおかしい。やってないけど大使とかじゃないけど地元には詳しいですし。大使ではないけどね。別に大使じゃなくてもいいでしょ。大使なんか大使じゃない。ああいやいやいや、それやってんのが春日部の方、はい、あの埼玉の渋谷と言われる あそこ。埼玉の渋谷。埼玉の渋谷なんです。渋谷と言われてる春日部。これあの春日部の観光大使。おお、いや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 。すごいすごい。観光大使のかなと思って。さすが。え、サンド。僕あの宮城県全体のまず絆大使っていうのが、規模がでかい。あと仙台市のアンバサダー。石巻市の観光大使、 あと松島、日本三景松島の観光大使、あーなるほどなるほど、ちょっと飛んで福島の伊達市の観光大使、あ気仙沼もやってる、気仙沼も光が有名な、はい、もっと言うとあの、うん、つけナポリタン大使って知らない、静岡富士市、知らないです、静岡富士市の富士市の方にも富士市の方にも静岡にも手伸ばしてんの、はい、富士つけナポリタン大使やっております、俺よりすごいじゃん、静岡で大使やっちゃってた、やってます、そんなにやってるゼロ大使、近親大使みたいなやつやってませんでしたか、いやいやいや、栄光ちゃんと、栄光ちゃんと2人で、栄光ちゃんと2人でやってないよ、近親大使、こうやったら戻りますじゃねえ、近親の人を支援していこうみたいなやってませんよ、やってなかったっけ、やってない、やってないですけど、おかしいですね、大使張りに、大使張りに詳しいです、大使張りのおもてなししますよ、自らはお願いされてないってことね、されてないけど知らないのかな、分かんないけど生まれたことをね、もう大使だと思っちゃってるのかもしれない、逆にもう、あ、もうあまりにも好きすぎて、オーバーすんの忘れてたみたいな、柴田さん違ったんですかね状態、あ、じゃあこれで気づいてくれるのかな、そうだ、あ、じゃあもうオーバー出さなきゃなってなってるかもしれない、なるほどなるほど、これを見てね、なんかかわいそうだね申し訳ない、ほんとやめよ、なんかそう大使のこれ私が大使だとか言っちゃったから、すいません、ほんのほんのほんの、大使じゃなくても地元好きだから、そうだね、ごめんなさい、ただ生まれたっていうだけで、ただ生まれたんですね、ただ生まれたって顔がどんてん、顔がどんてんになっちゃって、え、顔がどんてんな、顔がどんてんな話しないで、やめようやめよう、じゃあそういう的なものにはもうならないっていうか、もう別にそういうの一切抜きに応援したいとか、めちゃくちゃなりたい、で、なれるもんなの、せっかくですからね、めちゃくちゃなりたいよ、そんな、でもなんか無冠の帝王みたいなのがかっこよくない、あー確かに清原みたいな、持ってる人はそうやって言うんだって、清原だって絶対タイトル欲しかった清原さんだってあんなに活躍してんだから、そうですよね、いや欲しいよ私だって、いやでもこれなんか仕事っぷりをサンドイッチマンに相当こう進めてもらえたら、うん、します、あれじゃない、見てる人も、うん、そうですね、サンドももしよかったらおすすめしてくんない、柴田さんお大使どうですかっていうのをこれ応援、最後に聞こうよサンドイッチマンにさ、静岡市の方に進めれるか進めれないか、確かにやめた方がいいですよなのかぜひ、ね、私たちはあの静岡市のなんで一番が決めるの、いやいや一応意見をねある程度、いやだよ俺大使という意味では相当やってるから、いろんな大使やってますから、楽天イーグルスの大使もやってます、ああそうだよね、そうそうそう、確かに確かに、大使としての身の振る舞いみたいな、そうですね、ちなみに、はい、もう今僕大使としてやってますよ、何これ伊達政宗、はい、これが大使の仕事です。え？これが宮城県を背負っているという。カルチ首たち大使はやってないよね。やってます。その大使首たち。やっておりますね。その大使があればもう任命されてます。確かに。いつでも今のところないんです。でいつでも。まさかの数の差別です。その下もねうっすらと。ああだからこういうのはちゃんと中はこれ。この中。え？こういうやつですね。読んでください。あ、え、浅村選手。そうです。楽天です、はい。はいはい、大阪桐蔭の。そうですそうです。おお、浅村選手の？の T シャツを。浅村選手の大使じゃないでしょ？いやでも楽天です。そう楽天のね。そうですね。あ、そういうことか。常にこう身につけておくっていう。なんかでも書いてある。ああ、あったんだやっぱり。ちゃんと。なんて読みますか？ほらちゃんと読んでみて。え？バルボア、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 清水バルボア、うん、清水バルボアですね。それ何なんすか？何すか清水バルボア？え？嘘。海賊ロッキーしか聞いたことないね。海賊。ロッキー、清水バルボア。ロッキーバルボアじゃないですマジで。マジそういうとこから。でもほら、ああそうだね。清水をイメージした。あ、ブルー。うん、あ、清水ブルーなんですか、はい、清水ブルーですか、清水ブルー、清水ブルーセットアップでこういう色でいいんだ、エスパルスはオレンジだけど、うん、セットアップ清水ブルーです、はい、で富士山の雪のね山を彩った
雪の城。雪が下だね。本当だ。逆だったら分かる。逆だったら分かるけどね。そういうのやっぱりやってますから。ああそうなんだ。やってるんですね。やってます。一応なんかピントは来ないけどね。そう全く来ないです、ね。見てる人はピント来てるのかな。そうそうそう来る人が来ればいいから。清水バルボア。じゃあ早速。はい。清水、はい、私が案内しますから。お願いします。で観光大使として、はい、私の腕前がどうかというのも皆さんで。はい、バルボアは今後も言い続けて。バルボアって言わないで。やめた方がいい。言わなくて言わなくて。きっちりやめた方がいい。あそこ滑ってましたよね。いやお前らが悪いんだ。バルボはバルボ言われると嫌かなと思って。そうですね。いやいいですか。切りにくくなっちゃうから。ずっとここにあるからね。いいですか。エイドリアン言わなくて。いや言わないから。ロッキーバルボ忘れて。長いよ。長いんだ。長いよ。オープニングが長い。わかんないからね。一生懸命やってくれさ。サンドイッチマンだってこうやってオープニングの盛り上げやる。ここで30分くらい行くんじゃない。行かないよ。次のとこあるじゃん。あるんですか。はい。行きましょう。はい、ちょっと参りましょう。参りましょう。少しだけ見えてきました。あ、本当だ。ね、これちょっと バストのぐらいのところね。そうですね。まあ、でけえ。あれなくなればね、上の方見れるんだろうけど。そうですね。待つ？待たない。ちょっと雨もまた降ってきたしな。行きましょう。いや、楽しみ。ちょっと私がこれから本格的に案内しますんで。助かります。